こんばんは。お疲れ様です。今日はですね、ギルドオブクラフツの靴をちょっとクリームを入れてメンテナンスをするっていうだけの動画になります。使うクリームはですね、このイングリッシュギルドのビーズリッチクリームを使っていきます。別に深い意味はないんですけど、もうギルドだしギルドで行こうかなっていう、それぐらいの気持ちでやってます。はい、僕はこのクリームすごく好きでですね、なんていうのか、ちょっと色味が青っぽいっていうんですかね、すごく色味と、あと蜜蝋がすごく多く入っているので、もうこれだけでも光るんじゃないかなぐらいの気持ちでメンテをやってるところがあります。っていうのでね、早速ぬりぬりしていきますね。正直伸びはそんなに良くないです。こうちょっと塗れば広範囲に広がってくれるようなクリームじゃないんですけど、靴に栄養入ってんなみたいな、そんな感じがすごくするのでですね、結構使ってますね。もう今日は磨かずにこう全体的に塗って、薄く塗ってですね、クラック防止みたいな感じですね。ちゃんと油分を補給して、私が日頃やってる簡単なメンテナンスをするって、そんな感じです。この後ブラッシングして、空拭きしてっていうぐらいの動画なのでね、普段のメンテナンスどういう風にしてるかみたいなところ、どういう風にしたらいいのかみたいなところのご参考にしていただければと思いますね。このぐらいのメンテナンスやっとけばクラックできることはないです。ですいません、汚れ落としとかはもう先に終わらせてしまってます。こう慣れてくると、この、指で塗るのがあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、慣れてくるとこう塗ってるうちに、あ、ちょっと塗りすぎだなっていうのが分かるようになってきます。こうベットベトになってるなみたいな、そこは慣れなのでね、ちょっと難しいところもあるんですけど、こう本当に指にちょっとつけ、もう本当にこんなもんですね、をつけてこまめに塗り込んでいくっていう風にすると、つけすぎっていうものはあまりなくなるのかなと思います。よいしょよいしょよいしょ。最近もう靴を履くことしか仕事のモチベーションがなかなか上がらなくてですね、こう毎日靴を選んで、あ、この靴履きたいから仕事行こうみたいな感じになりつつありますね。こう外歩いてる時とか楽しいですね。あ、今日もこの靴履いてるみたいな、ちょっとキモいんですけど、もう変態になってくるとそんな感じですよ。
このクリームワックスが割れた時とかもその上からですねこう塗ってキュイキュイしてあげると、キュイキュイですねしてあげると比較的ね治ってくれたりもするのですごい便利なんですよね。よしよし、もうちょっとつま先だけ塗りましょうね。つま先はちょっと光沢欲しいなと思ってたので少し他のところより気持ち厚めに塗っておきます。でこうやって塗り込んでいくと分かりますかね、もう結構光ってくるんですよね。もう最近僕は表面まあちょっと正直面倒くさくなってきたっていうのもあるんですけど、このぐらいの光り方でもかっこいいんじゃないかなと思ったりすることもありますね。ただそれは靴によりますし履く場面にもよるかなと思っています。よしよしよし、もうこうやって塗ってるとこういう風にね光ってきます。あんまりギラギラ光らせるのがお好きじゃないっていう方はもうこれだけでももしかしたらいいかもしれないですね。僕はワックスは本当に防御と思って塗ってます。靴のぶつけてしまった時に革がダイレクトに削れないように、革がダイレクトにどっかに当たって削れてしまわないための、膜のようなイメージでもう最近はワックスを塗ってますね。表面するの楽しいんですけどね、表面はまあ見て楽しいしやって楽しいんですけど、こう履いてしまった時に靴の主張が激しくなりすぎないかなっていうのを最近考えるようになってですね、そんなに表面しておらんです。もちろん表面を否定してるわけじゃなくていいんですよ、表面も楽しいんであれですけど、やっぱり全体のバランス感を損なわないようにしないといけないなっていうふうには思いますね。こんな形でブラッシング。じゃあ始めると全然違いますよね、ツヤと光り方がね。やっぱりこれはこのクリームの中に入ってる蜜蝋の力だなと思いますよね。よし。で、毎度のことですが、これにですね、空拭きをしていきます。もう僕なんなら靴磨きで一番大事なのこの空拭きじゃないかなっていうぐらい最近思ってます。メンテナンスした上でのこの空拭きってすごく大事だと思っていて、なんでかっていうと空拭きせずに余分なクリーム残ってるとホコリがつきやすくなるんですよね。でホコリがつきやすくなると何が起こるかっていうと、ホコリってすごく湿気を吸うんですよね。なんとなくホコリが溜まってるところってジメッとしたりするじゃないですか。こう部屋の中でホコリが溜まりやすいところを見てみて、そのホコリって結構湿ってるというか
そういうご経験あるんじゃないかなと思うんですけど、でそうなると靴の上でそれが起こるとどうなるかというと、カビが生えるんですよね。でカビが生えてしまうと、やっぱりそのカビ菌が靴の内部にまで入ってると入ったりするとお掃除大変になるので、この空拭きをしてそのホコリがつきにくくする、まあ、日々のメンテナンスも大事なんですけど、ホコリをつきにくくすることでそのカビが入るリスクみたいなところも一定程度予防できるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、簡単ですけどね、こうやっぱり空拭きをしてあげる、空拭きをしてあげて、あの余計なクリームと取るとあのくすみとかもなくなりますしね、こういう風に綺麗になってくれます。はい、これぐらいのことを時間で言うとどんぐらいですかね、10分ぐらいですかね、今かけてやったんですけど、してあげるとここのクラックとかもできないですし、油分がちゃんと補給されているのでクラックもできないですし、綺麗な状態が保てるかなと思いますのでですね、皆さんお気に入りの靴とか、あるかと思うんですけどね、汚れてきたなみたいな風に感じたら、1ヶ月2ヶ月に1回でもいいと思うんですけどね、こういう風に10分くらいかけてお手入れしてあげることで靴も長持ちするのではないかなと思いますので、ご参考になれば幸いです。はい、という感じでですね、今日は短いんですけどこのぐらいにしておこうかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。